広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよう諸君のマップルです。ライチューカーです。エビュットです。本日は3月22日発売の強化拡張パッククリムゾンヘイズの新カードを紹介していきます。イエーイ、イエーイ。パッケージのガチグマがかっこいい。かっこいいです。今回は1進化ポケモンを紹介していきます。まずは進化前のポケモンを見ていきましょう。こちらです。キリンリキ。いや、とてもアーティスティックなイラストですよね、これね。すごい。書き込みの分厚さとか独特の雰囲気にも引き込まれそうなイラストです。うん。黒を基調とした手前側と奥の方のカラフルさの対比っていうのも美しいですよね。うん。そしてここから進化するのがこちらです。リキキリン。なんだか優しげな表情が可愛らしいですね。そよ風に吹かれててご機嫌なのかなって感じがします。この青空と草原のコントラストもね、非常に綺麗ですよね。リキキリンは超タイプの一進化ポケモンで HP が140です。一つ目の技が無色2個のミッドランブル。自分の場の一進化ポケモンの数 ×40 ダメージです。二つ目の技が超無色無色不気味な念波、80ダメージで相手のバトルポケモンを混乱にします。はい、注目ポイントはミッドランブルです。自分の場に1進化ポケモンが多いほど大きなダメージを与えられて、バトル場も含め6匹いれば最大で240ダメージ与えることができます。1進化ポケモンでいうと、超エネルギーをつけながら山札を引けるネイティオやベンチポケモンを守れるベラカスなどを場に準備しつつ、ミッドランブルで戦っていきたいですね。はい。サイケデリックコールを持つスリーパーと組み合わせるのも面白そうです。山札から直接1進化ポケモンを展開できるので、先に挙げたネイティオやベラカスをスムーズに展開しつつ、ミッドランブルで大ダメージを連発していけそうです。あとは以前サイバージャッジで登場したリキキリン X とも相性良さそうですよね。うん。どちらの技もダブルターボエネルギーに対応していて、デッキ組みやすいかなと思います。いろいろなタイプのポケモンを入れて相手の弱点をついていく構築にするのも面白そうですよね。はい、いろいろなデッキが考えられるポケモンだと思うので、ぜひ皆さんも考えてみてください。ということで、今回は3月22日発売の強化拡張パック、クリムゾンヘイズの新カードを紹介していきました。今後もポケカチャンネルではクリムゾンヘイズの情報を発信していきますので、この動画への高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバイ。